皆さん、こんにちは、アシェでございます。信濃に引きこもること30年、パート10を始めていくよー。さて、これは現在の真田家の技術一覧。現在研究して残り193日の水軍技術、龍骨が完成すれば、水軍技術は全て取れることになる。そして、この進行ペースであれば、弓技術とまだ取れていない技術の、完成はどうやら難しそうだ。完成する前に、ただ秋都合で正幸が死ぬか、統一するかどちらかだろう。で、今の主の技術的な部分でのやりたいことというと、今、大きな範囲で活動している諏訪湖水軍、これの完成を見ること。諏訪湖水軍は、諏訪湖に鉄鋼船を浮かべ、それに大筒を積んでの演習を行ってきた軍隊。水軍技術だけじゃなく、大筒の技術の完成が必要だ。それがこれ、大筒を強くするポルトガルの南蛮技術。最後の拡散砲弾。これを取ることで初めて諏訪湖水軍は完成を見ることになる。そして、ここからの諏訪湖水軍の動きは自然な流れだけど、こんな感じで動いて、陸軍も東北、中国、九州、四国を抑えて、そして、今、島津と伊達を戦わせている地域である、この場所に水軍と陸軍が集まって終わりというビジョンで考えてる。謎の挙動をしている小野忠明のことを考えなければ、なんだけどね。下手をすれば伊達を集中的に攻める必要が出てくるかもしれない。何にせよ、この拡散砲弾、必要有効度が250。これを取って諏訪湖水軍が砲弾を炸裂させている姿を確認する。信濃30年の引きこもりで思い入れを深めた諏訪湖水軍なので、それを見ることができれば、主は感動するに違いない。ただ、この技術の獲得を間に合わせるために進行を緩める、これをするつもりはないので、最後の港を攻める時にぴったり拡散砲弾を獲得する。そんなことになってくれたらなーって思ってるところ。現状の流れを見てると明らかに、技術獲得が遅く、水軍の進行が早い。港を多く取ることで、有効度が早く上がるという話。これに、欠けているんだけど。よし、ということで始めていこう。ここ、浜松港。ここまでここで、4人の政治が高めの武将に鉄鋼船を作ってもらってた。鉄鋼船はここに8隻あるので、一旦はもういいかなと思って、水田作りをさせることにした。関東の穀倉地帯に移動させよう。兵糧の心配をなくさなくてはいけない。近くに川が多い、遊騎場にその4人を移動させた。遊騎場はこんな感じ。川に挟まれてる素晴らしい土地。川沿いに兵舎とか立ってるので壊しておいた。なるべく出陣する兵を減らすのではなく、兵糧収入を増やすことで乗り越えることを考えたい。ここ、二条御所から出た小野忠明包囲部隊は、弓の騎乗攻略を急ぐため、武部山城に向かわせた。あ、これね、近畿、京都の北にある商人州との協定交渉。取引をしないと、必要貿易品が足りずポルトガルと契約が継続できない。二条御所にいる政治81の佐竹義信に取引させよう。よし、これが成立すれば、すぐに契約ができる数になるぞ。ここは島津義弘に攻められている岐阜城。半分以上敵を削っている、大丈夫そうだ。敵部隊、壊滅。頑張ってるのは雪村たち、宇都宮城を攻略中。佐竹義信の取引が終わるのを待っててログばかり見てる。よし、終わった。ポルトガルと契約しよう。よしよし、これでポルトガルと契約。少しの間だけど、イギリスと貿易をしてたのでポルトガルに変更。そして、次の契約品をあらかじめ集めておかないとだな。壊滅。ここは関東、宇都宮城の攻略。先方を撃ってるのは、吉田郡山城を攻撃してる官兵ら小野忠明包囲隊。吉田郡山城。島津援軍が結構来てる。よしよし、ここで宇都宮城を制圧。捕らえたり。この時、攻められていた岐阜城の防衛は終わっていた。吉田郡山城の敵兵は線を切ってる。よしよし、吉田郡山城を制圧。ここにいる敵を逃がすわけにはいかない。奇襲して倒しに行くぞ。おっと、月が変わって冬になったぞ。冬は水田収入以外の兵糧収入はある、6万くらい。
さて、気になるのは鳥取城にいる小野忠明。まだこちら軍勢は弓の騎城に届いていない。まさかね、そんな一直線に行かないよね。あ、いたわ、まだ鳥取城に、わら。これは、この大罪で、忠明は詰んだんじゃないか。次の1月までに弓の騎城は落とせないにしても攻撃には入れる感じだぞ。真田任軍の情報で、攻撃されている城には浪人も武将も移動できないという話が耳に入ったのと、もう一つ、合算戸田城がある岩見には港があるので、この港を介して海を渡っての隣接国、前回で伊達領である越前若狭に飛ぶ可能性があった。今回も合算戸田城に鳥取城からまた戻って、越前若狭に飛ぶという小野忠明にとっての希望はまだある。来月の1月までに、ここの部隊が合算戸田城への攻撃に入れるかどうか。微妙なところではあるけれど、逃亡者小野忠明。越前若狭への逃亡ルートはほぼなくなったと言っても良さそうだ。よし、進めよう。おっと、ここで鹿島港を攻略。鹿島港は今の茨城県あたりの港。前回で水軍は兵糧節約でに、3部隊で行かせるって言ったんだけど、結局、なくなりそうになるまでは、目いっぱい攻めようって感じになった。ここで武部山城を制圧。制圧した部隊は、すぐさま弓の騎城に向かった。この忠明は逃がさん。沈没しました。ここは瀬戸内の野島港。今の広島県。あ、別の港を制圧した。四国の西の端、板島港だ。よし、ここからすぐさま、九州の港も接近していくぞ。野島港も落とせそう。よしよし、南にすぐ四国の港があるので、それを取りに行こう。戻ってる船は技法にかかってる。あ、これは関東、正幸と雪村のところ。制圧した烏山城。輸送を待って、次は三方向同時に出陣させよう。夏か正家を捕虜から引き抜いた、政治高い武将欲しい。これは四国、愛媛県にある今治港を攻める諏訪湖水軍。敵壊滅のアナウンスは、岡山城に攻めてきていた島津部隊。ここ吉田郡山は、ようやく敵排除が終わった。奇襲部隊を戻して、再度出陣させよう。1月までの合算戸田城攻撃はもう間に合わない。お味方が、城内に突入しました。あ、これは、野島水軍州との協定。さっきの今治港の近くにいるので、結びたかったけど断られちゃったよ。月が変わる。あーっと、細川雄斎が病になっちゃった。旧東急の遺書じゃもうダメなのか。忠明が、忠明の盾に入れば正幸の7東急を渡せるんだが。よし、忠明チェックをしよう。あ、鳥取城にはいない、動いた。おーっと、姫路城か、姫路城に来たぞ。姫路城はここ。これで、完全にこちらの包囲から逃れることはできなくなったぞ。境港は河内泉でこちらの所領だから四国にも逃げられない。忠明よ、これで、チェックメイトだ、観念しろ。ここは関東、三方向に向かった一つ、太田城に向かう雪村と秀吉。二本松城と黒川城の攻略にも動いてる。おっと、ついに諏訪湖水軍が九州に届いた。佐伯港を攻略したここらの部隊は北回りで港を荒らして回ろう。そこから南の油津港には、後ろから増援に来てた諏訪湖水軍をすでに向かわせてる。東道高虎が率いる西の行政機関は岡山に移動させている。ここでの戦いを終えて敵の撤退を確認したので、施設を撤去。ここにも水田を増設しよう。忠明が真田領内に来れば、東洋に使う武将たちでもある。近畿北部では、ずっと伊達と島津は激しく戦ってる。伊達政宗と最上義明が攻めてる長浜城は陥落しそうだ。ここは弓の騎城、攻略をしているところ。ここで、愛媛県、今治港を制圧。ぐは、化け物がいた。地役の化け物がくるりからここに来てた。ここは関東、太田城を攻める雪村と秀吉。敵の船、沈没しました。諏訪湖水軍が島津の船を沈没させてる模様。よしよし、ここで伊達の弓の騎城を制圧。
お、サイドの野島水軍の協定はうまくいった。これは九州と瀬戸内を進んできた諏訪湖水軍が合流しようとしてる。ここは弓の騎乗、小野忠明を迎えるべく南へと行軍。我が領内に向かって出陣。あ、これは、四国の西の端、愛媛県の伊田島港に、島津軍が攻めてきた模様。たったの5000だね。これは、どうにでもなりそうだ。ここで、雪村らが攻めてる太田城を制圧。雪村らには近くの市場に向かわせる。よしよし、油津港を制圧、九州、宮崎県、すかさず、次の港に向かわせる。あ、これは、東北の寺社衆との協定、兵糧のための協定だけど、兵糧はもう大丈夫な感じになってきたぞ。そして、月が変わって2月になる。あっと、カメラを飛ばしすぎた。おーっとここで、織田家最後の当主、津田信澄が言った。よし、来た来た、南蛮商人、製図法を獲得。大筒や船を作ったら台になるやつ、もういらないかも。よし、気になる忠明チェックをしよう。今月は大丈夫だったけど、新たな衣装手に入れないと有罪が危ない。あ、そのまま投入してる、ほんと真田領に来ないな。ここは愛媛県の伊田島港。おっとここで、徳川家康と福島正則に攻めさせていた二本松城を攻略。すぐさま、南の市場に向かわせた。それにしても、米沢城に兵が集まってきてる、5万以上あるな。次は、我が領内に向かって出陣。あ、結城城に伊達重真が攻めてきた。これは、東北の大部分で活動してる忍者衆との協定。ここは伊達重真が向かってきてる結城城。あ、これは信行兄さん、東北の一向宗との協定。遠路を行かせてしまった。ここ結城城は耐久がゼロなので、敵部隊が到着するまで修復させよう。水田開発させてた3人を呼び戻してるところ。これは東北で広範囲に活動してる水軍宗との協定。よし、戻ってきた、修復してある程度耐久さえあれば。あとは自動で真田丸が敵を撃退してくれるって寸法。伊達重真隊はここ。あ、しまった、ちょっと忘れてた、10日ほど遅れてしまった、ポルトガルとの次の契約。よし、これで、ポルトガルとの貿易を開始。金が少ないな、日本刀でやっておくかな。段階が進むと貿易量が多くて、足りなくなるのかな。無料にちゃんと人がいるか確認しておかないとだな。貝の金は3人、ちゃんとやってるようだ。美濃の日本刀も3人、誰かが寿命でいなくなったってことはないようだ。ここは、攻められている伊田島港。諏訪湖水軍の雲野六郎は陸に上がって鉄砲で戦ってる。次は、おーっと、これは岡山城に攻めてきた。マジか、3月までに城を攻撃状態にされると忠明が来ないじゃん。もしかして、結託でもしてるのか。ここは、関東の雪村と秀吉。これは九州西側の最後の水軍衆との協定。よし、塩釜港を制圧。東北の宮城県にある港。ここは、結構な敵兵力がある合算戸田城の攻略。砲撃で士気を下げて落とそうとしてる。よしよし、包囲できたぞ。兵が少し心もとないが、大丈夫そうかな。これは先ほど制圧した塩釜港周辺。兵糧は残り12万しかないが、春の3月は近いぞ、なんとかなった。城門を突破しました。よっしゃ、春になった、半分の水田収入がある。我が計略、おっと、時間を止めたいけど、戦法が発動した。そしてここで八上城を攻略。敵将、続けて、九州の北、門司港を制圧したぞ。門司港周辺はこんな感じ。さて、気になる忠明チェックをしよう。島津軍は全然岡山に届いてなかった。ということは、忠明の投入以外の行き先は岡山、大阪、鳥取の3カ所だ。まずは姫路城を確認。いない。さて、どこに行った。
岡山来たー。ついに、逃亡者小野忠明が関連して、自らを縄頂戴をされに来たぞ。よし、東洋を試そう。軍師の東道高虎が帰ってきていないな。規約79の坂井忠世が行けるって言ってるけど、おそらく適当。まあでも、行かせてみよう。そして、少し飛ばして結果、約13日が経った時。これは、関東攻略の模様。家康らは相馬中村城を制圧して、北に戻って正幸らと合流予定。兵の多い米沢城の攻略に向かう。なんか、これ見た時に笑っちゃった。真田はついに、小野忠明を迎え入れることに成功したよ。という感じでね、信濃に引きこもること30年におけるラスボス、小野忠明の確保に成功したので、もう正幸の怖いものはなくなった。ということで、次回が最終回。では、またねー。